歌ってるとこう顔が可愛い顔になる。あなたも隅っこなの？ドアノブさん。今回は隅っこディスコという曲が爆誕しました。サビのところは単調な感じで同じ言葉をずっと言ってるんですけど、でも A メロ B メロになるとガラリと曲の雰囲気が変わって、昭和の歌謡ポップスみたいな風になるので、なんか懐かしい感じもするし、だけどかっこいい感じもして、サビでは可愛くて、やっぱり隅っこっていう言葉自体が本当に可愛いので、なんか歌ってるとこう顔が可愛い顔になる。いっぱい隅っこディスコって言うんですけど、うん、途中でそのサビのリズムに乗ってるところとは違うセリフっぽく言ってるところもあって、そこにもちょっと注目してほしいです。中田さんからわざとセリフっぽくディスコってメロディーに乗せないように言ってって言われたシーンが使われてるので、そこもお気に入りです。私その隅っこディスコの3人の歌い方とか声の違いが結構聞いてて分かるので、うん、そこも好きですね。であと歌詞で気になるのは、遠い空から放り投げ受け止めてってとこがあるんですけど、それ映画見たら意味が分かるのかなって思ってたんですけど、映画見ても意味が分からなくて、あ、これどういう意味なんだろうって今でも思って疑問なところです。多分これだよね。うん。スミイコディスコっていう、いわゆるディスコのこの親指と人差し指をこう L 字にしてこうやるみたいなのを途中のサビで出てきます。あ、でもそういうことかもしれないね。ディスコといえばこれみたいな印象あって、うんうん、あったけど、チョコレートディスコもディスコっ子だし、チョコレートディスコもこうね、うん、でワンルームディスコもチャララチャララこれ出てくるし、はい、ディスコ、ここがスミッコかもしれないね。かわいい、かわいい。かわいい。見させてもらってる間もう何百回かわいいって漏れたことか。今回いろんな格好の隅っこたちも見られるし、確かに、ね、いろんなコスプレしてくれることになってるもんね。いや、癒されました。キャラクターたちのそれぞれの生い立ちの中でこう自分が気にしてることだったり、自分がこうちょっと引け目に感じているような部分を、それが個性として互いが互いを尊重し合って、補い合って、こうみんなで寄り添ってる。なんかその感じが本当に愛おしくて、もうなんか至るところで涙が出るっていうか、もう、うんって涙が出る。なんか子供たちはそこをスーッと見るのかもしれないですけど、やっぱ大人の私たちが見ると涙が出ると思います。うん、動く隅っこたちが可愛いなと思って、結構ところどころで隅っこたちが踊ってるんですね、うん、こういう小さい手足なのにくねくね踊ってるのとか可愛かったりとか、あとシーンごとにミニっ子たちの動きがちょっとツッコミどころがあるとか、うん、なんかどのシーンもいろんなとこにこう見るところがあって、すごいあっという間な映画でした。あんなに自由に顔ってあるんだって、いろんなとこに顔があって、ね、あなたも隅っこなのってドアノブさんって顔あるってなって面白かった、うん、私はトカゲです。この隅っこ暮らしをあんまり詳しい方ではないんですけど、知った時にいろんな隅っこたちの生い立ちだとかバックボーンがあるんだっていうのを知って、その中でも興味深かったのがトカゲですね。私はあのやっぱミニコのタピオカとココリが本当に好きなんですよ。あの気分屋さんでこう行くなら行こうかな、どうしようって、でしかも出てくる時と出てこない時でも今回のストーリーでは本当白クマの、あの繊細さというか、そういう昔のことがあってそういう風に思うんだねっていう、なんか優しいところが、もう本当に魅了されちゃいました。
私はとんかつとエビフライの尻尾のコンビが大好きですなんかちょっと切ない始まりだけど、2人がこうタッグを組んでやっぱり美味しく食べてもらいたいっていうずっと夢を叶えたい、なんかそれぞれが自分の理想とする夢をポワポワポワって浮かべるときに、2人はどうしても上げられてる夢を見るっていうのがなんか可愛いなと思って2人とも愛してます。本物のパフュームと偽物のパフュームの見分け方。カシューカはあの髪の毛がすごく長い、その髪を踊ってる時に髪の毛も踊ってるようなさばき方がすごく上手で、だから一回ターンしてもらったら見分けがつくと思います偽カシューカだったらバラバラになっちゃうと思うあっちゃんはライブの曲の煽り方ですかねパーティーメーカーとか煽る時の声のテンションは、あれはもう誰にも真似できないテンション高くなるとどんどん声が高くなっていっちゃって、お客さん何言ってるのか分かんなくなっちゃうんですね。だからいつもここに低く低くってこうやって手に書いて出たりするんですけど、全部の映像全部高いんで何言ってるか分かんないですっていう思いながらも、あの人もイエーイって言ってくれてるんだと思います。優しい人たち。どっちはやっぱりスタイルがめちゃくちゃいいので、パンツを履いてもらえれば分かる。あとライブ中に裾をちょっと本物はイジイジするのでそうだね、この癖でバレるかもしれないです。確かにもう手持ち無沙汰でね、うん、常に何かをいじってるから正せとけば分かるなっちさんって言ったらはい私なんかパソコンのおもちゃ持ってた記憶があって、わーすごい。そう、世界のクイズが出題されたりとか、うん、だけおもちゃと見せかけて勉強させられとったんじゃん。そうかもしれない。チークバンクってこと？そうじゃん例えば私が買ってもらったおもちゃとかはもう妹も欲しいんですよ。お姉ちゃんでしょって言われて妹に貸さなきゃいけないんですよね。いいよって言って貸すんですけど、絶対に壊れて帰ってくるんですよで、もうそれになったらすごい悲しいから、いつなんかいつからか2つ同時に買うようになったんですね、同じものを。それですっごい覚えてるのがこうステッキなんですけども、うん、妹のすぐ壊しちゃうからすぐ私のを取りに来て、ね、それで変身しようとするからもう本当に嫌でしたあ、で自分のも壊してるのに私のも壊す気なんてなんか足に引っ掛けて、はいはい、ボールが先にちょっとそう、ボールがぐるぐる回るみたいなってやつ、ああいうおもちゃが大好きで近所の子とよく遊んでましたへえ、今じゃ考えられないほんまにそんな活発な人か運動音痴だけどそれはできとったみたい嘘、隅っこを知ってる人も知らない人も楽しめる、とっても心温まる映画になっています。ぜひ隅っこディスコとともに楽しんでいただければ嬉しいです。もう見ているだけで本当に癒されます。とっても可愛いので、ぜひご家族でデートでも隅っこディスコもぜひとも聞いてください。この映画可愛い可愛いって思って見てたら、最後本当に驚きの展開になります。ぜひあの映画館で見ていただきたいなと思います。隅っこディスコも、同時によろしくお願いします。